ましたよかった。
ません。毒と言います。今日は握りぐしく、こんな狂気集まってくれたもうすべてあかれちゃんのおかげです。それと愛の自分性も集まるのおかげでもありますな。はい、いやいや。あ、それとブラザーホットさん。あ、そうだ。ブラザーホットさんに聞こうと思ったんですよ。今日のあの、こっちの、あの、ブラザーフットって、あの、アルファベットで書いてるんですけど、フットのところが HOB、HOOB であったじゃないですか。はい。フットで、あれでフットでいいですか？フットです。はい。あれでフットなんですね。あの、はい、足のフットじゃないんです。そうですね、そちらフットじゃないですね。あっちもフットじゃないですね、HOD HOOD ですね。あ、なるほど、わかりました。あれございます、はい、ちょ、あれと思って確かにブラザーの方が有名ですからね。そうなんですか。はい、こんな話より決まってはない。次の曲。Thank you.
で喋るのを忘れてしまうと。ほんでね、今日は熱唱ということで、フィールドさんのあさみちゃんとちょこっとだけ、言わんでもよのりからひょっとしたら歌えるかもしれんよって言うてしもたんですよ。だけまあちょっとほんで今日わざわざ来てくれとんでちょっとだけ歌うてみることにします。ほんのちょっとだけね、ほんのちょっとだけよ。5分ぐらいある曲やけど、もうこんな歌詞の長いのは覚えれんけん、しかも英語の曲やし、もう始めちゃんでないけんと。マイクセットするんで待ってね。前からある曲なんですけども、イギリスにユーライア・ヒープというグループがおるんですよ。で、この喋りによる間にちょっとチューニングになってもらおうか。で、なんとまだ現役で活動されてるバンドなんですよね。メンバーの何人かはさすがに40年、50年近くやってるバンドなんで、何人かはすでにお亡くなりになってる方もいらっしゃるんですけど、そこら辺が怒られる。要は再結成、古いバンドが再結成されて、出てきた、また出て、その演奏を聴いて、あれっていうようなことも、が多々多い中で、そのバンドって、全然変わりなくて、まあ、私が高校生ぐらいの頃から聴き出したバンドなんですけど、なんせまあ衰えることもなしに、もうあれですよ、ギターの人がオリジナルメンバーではおるんですけど、デビュー当時は黒かった髪が真っ白ですからね、今ほんまに。いやほんまにおるんですよ、ほんな人が。ほんでテクニックは演奏技術か、そういうのがなんていうんですか、衰えてるとかそういうのは全然なくて、まあすごい人らが世の中に世界にはおるもんやなと感心しとる次第でございます。じゃあそのバンドの曲でね、ライブのエンディングで大体この曲歌ってるみたいなんですよ。レディー・イン・ブラック、日本のタイトルで言うたら黒装束の女性っていうことなんですけど、まあ、ちょっとだけ、まあ、ほんの触り程度ですけど歌ってみます。ちょっとでかいね、これは。こんなんでは絶対音が通らんな。こっちを下げます。入ってみますね。1970年前のバンドですからね。この曲が発表されたのは1970年らしいですから。
ば次は次もまた古い曲なんですけど、リッチ・ブラックマンの、キャッチ・ザ・レインボThank you.
次の曲で最後になります。レイナちゃん出番だよ。また呼ぶか。
ありがとうございました。